皆様、大変長らくお待たせいたしました。それではただいまより、東芝 AI 技術セミナー、製造 DX 成功の秘訣ものづくり知見と最前線 AI の合わせ技とはを始めさせていただきます。本日、司会を務めさせていただきます。株式会社東芝営業推進部、原でございます。どうぞよろしくお願いいたします。開催に先立ちまして いくつかお願い事項ご注意事項を申し上げます本日の講演資料につきましては各セッション終了後よりダウンロードいただけますセミナータブよりそれぞれのセッションのタイトルをクリックし詳細画面に移動後資料ダウンロードエリアのダウンロードボタンを多化することでダウンロードが開始されますネットワークの状況によってダウンロードに少々お時間がかかることがございますが お待ちいただけますと幸いですまた本セミナーの録画・録音・ SNS 投稿については資料の二次利用も含めて固くお断りしておりますそれ以外にお困りごとがございましたら掲示板の鉛筆ボタンをクリックしてご質問くださいまた個別のご相談等がございましたらお問い合わせタブよりご連絡をお願いいたします さてご存知のように SDGs ナ、no. ンバー9では産業と技術革新の基盤を作ろうとされておりますそのためには DX が有効ですが経産省のレポートによると多くの企業が難しいといった状況がございます特に製造業では製造工程や部品点数が多くその浸透や推進は難しくなります そこで AI が DX 推進の手段として大変有効とはなるもののどういうデータを取り AI にどう学習させるかが DX 成功そしてその先の社会課題の解決を左右いたしますこのことについて東芝最前線の取り組みをもとに本日皆さんと知見を共有できればと思いますそれではセッション1に移らせていただきます まずはじめに株式会社東芝執行役員研究開発センター主席議官 AICOE プロジェクトリーダー堀よりご紹介を差し上げますそれでは堀さんよろしくお願いいたします堀ですよろしくお願いします本日は製造 DX 成功の秘訣ということでセミナーをやらせていただきます私の方からは血管検査への AI 導入時のポイントということで少しお話しさせていただきたいと思います 血管検査を導入するときにです、ね、AI システムにとって適切な良い画像、信号を取ることが重要になります。撮影・照明の仕方で不要な信号が入り込んで、検査系性能が出ない場合があります。画像の場合を申し上げますと、対象物自身の凹凸により不要な影が出て、血管を隠したり、その影が血管と誤認識されたりします。 また対象物の表面に照明が映り込んでハイライトができまして、それが血管、えー、を隠したり、血、え、管、ー、と誤認識されたりすることもあります。よって、えー、システムにとって適切な画像信号を取るのは非常に大事です。えっ、ー、と本日は私の講談のセミナーで、えー、具体的な事例、どのように信号を取るか、画像を取るかということを具体的に示してまいりたいと思います。 2つ目のポイントですね血管検査をのシステムをです、ね、正しく評価するためには正しい指標で評価する必要があります製造のですね DX の場合の大きな特徴といたしまして製造品のほとんどが良品であるということですねその一部が不良品であるとそういった特徴がありますその場合はですねここののののよよううなな左側のこの図のような コンンフュージョンマトリックスといいう図を使います。こちらはあの例えばですけども製品、えー、1000個の良品それから10個の不良品があったとしたときにそれを AI で予測をします。良品か不良品か。で良品はが良品か不良品かそれから不良品はあ良品なのか不良品なのかというこの判別したものを書き込んでいくわけですね。で極端な例、例えば、 この AI はですね、何も考えずに全ての製品を良品というふうに予測してしまうようなものだとしますとこの表では良品1,000個が良品に不良品は0ですね。で不良品も10個全部見逃して不良品となるものは0になります。これのですねよく使える、えー、アキュラシー、えー、精度を計算しますと、まあ、正解はあの1,000個になりまして。 この母数が、えー、良品と不良品ですから 10, 10個になるわけですね。で計算すると約99%で、非常に高い精度を持ちますけれども、実際は良品を良品と予測したものは100%なんですが、えー、不良品を不良品と予測したものはゼロとなりまして、あまり意味のない、えー、システムになります。このようにですね、あのー、精度だけではなく、この、 新陰性率であったり信用性率というこういったあの性能を見ないとですねシステムの正しい評価できないということになります。えもう少し続けます。<laughs> えっとまあ理想的にはですね AI がすごく賢くて、えー、良品を良品それから不良品を不良品というふうに識別してほしいんですけどもこれは非常に理想的な話でこのようなシステムは現実的にはありません。 よくお客様から不良品を全部不良品として、えー、予測してほしいというような要望があるかと思うんですけどもそのように設定しますと、まあ、AI はですね良良品も、えー、不良品も不としてて間違う数が増えままいりますそうするとですね結局この良品には一つも不良品が含まれないんですけどもこちらの510個はちょっと良品が 多すぎますので、捨てるわけにいかず、もう一度検査員が見る必要がありますね。そうすると、線香を見るよりかは半分にはなるんですけども、まあえー、理想的な運用とは言えません。えー、そうするとです、だい大体ですね、不良品をほぼ予測し、良品の間違いがいくつかある状態が望ましいということになります。何を言ってるかというと、 えー、検査員のこれまでのパフォーマンスと同程度の品質を保ちながらどれだけ検査の数を減らせるかというところに、えー、設定していきますこの場合はですね、えー、不良品1,010、えーまあ、10個の中から、まあ、1個見逃してしまいますけどもあとの9個は不良品として、えー、識別できるというふうに設定しますそうするとこれまでの、えー、品質とどおりですね えー、検査員がやるようなパフォーマンスをキープしながらどれだけ検査を減らせるかということでこの場合良品を、まあ、不良品として100個、えー、間違えますからこの109個をです、ね、検査員が後で見ればいいということになりまして、まあ、検査の数がです、ね、10分の1に減ると、まあ、こういったところが運用の設定の理想ではないかと思います。えー、AI 導入を するときに決めなきゃいけないことがありますそれはどういったことを狙いで入れるかということを具体的に示すことですねこの場合ですねいくつかあるんですけども検査の人的コストを下げたいか不良品の練乳を減らしたいのか不良品の原因を知りたいのか人が検知しづらい結果を見つけたいのかまあ、こういったあの目的に応じて使う AI のモデルそれから AI のパラメーターの 調整が変わってままいります、まあ、これを決めないとですねあの AI を導入する時の種類が決められないということになります、えー、本日はこの1番と2番を目的にした AI システム、えー、検査血管検査 AI について講談のセミナーで話してまいりたいと思います私の方はこの4番についてのみ、えー、手法をご紹介したいと思います、えー、血管検査 検査 AI のの導入の判断基準ですね。これはですねたいその今までの検査体制のパフォーマンスを基準に考えるといいと思います、まあ、先ほど述べたように不良品を完全に完璧に見つけたいわけではなくて品質を同程度にしながらどれだけ検査コスト検査時間を削減できるかということが目的になりますそういう条件のもとで、まあ、現状の検査コストに対して AI の導入コストですねこれが十分に小さければ導入する価値があると思います、えー、その時にですね導入した後に、えー、どんどんデータがたまってまいりますまあ良品のラベルがついたデータ不良品のラベルのついたデータでこういったものがどんどんたまっていきますと、まあ、再学習により AI モデルの能力を上げることができますので、えー、またこの改善のですねコストダウンを見込んで 導入を決めるということが大事だと思いますもう一つ血管検査のですね、えー、課題としましては先ほどの,の述べましたようにほとんどが良品で不良品データが少ないということがあります、えー、場合によっては学習のための、えー、不良品データがないという場合がありますまあ、こういったときにもどうすればいいかということをちょっとお話ししたいと思いますまあ、仮にですよ すごく運が良く良品も不良品も大量にラベルがついたデータがある場合は教師あり学習という方法を使って今だとニューラルネット深層学習を使って精度の高い識別予想ができますしかしながらですねこの不良品が十分に集まらないということがありましてその場合はですね良品だけが大量にあればですね こちらのオートエンコーダーというニューラルネットで血管、えー、検査ができます。これはですね、良品を学習して、それ自体をまた良品の画像に戻すというものですね、良品の特徴をつかまえて、良品の絵に直すこれ。これで学習したオートエンコーダーに、血管のある不良品データを入れると、良品データとして再構成します。その 出力画像と入力画像を比較して差分のところが血管ということになります。まあ、これによって不良データがなくてもですね血管、えー、検査が組めます。まあ、しかしながらこの不良品,あの良品データもですねその,その中に不良品がないということを保証しなくちゃいけないので大量にはなかなか作りませんという場合があります。あのこの場合においてもですね血管検査システムを立ち上げることができます。その話を この後のセミナーでお話ししたいと思います。先ほど言ったように、一旦導入するとデータが溜まってきますので、溜まってくるとこう左の性能のいいものにどんどん切り替えて、どんどんその AI システムをですね、精度よく運用することが可能になります。で最後になりますけど、私の方からその 人がもともと見つけづらいような血管を、まあ、機械で、機械の目であの検知するという例を、えー、お話したいと思います。これはですね、あのこれはこういった網目のあるようなあのところに小さなですね、血管が3カ所あるんですけども、これを人が見つけて、かつ全部抑えるというのはなかなか難しいことだと思うんですね。よって、この… どこかに一つあったっていう場合この画像そのものが不良品ですよというふうにラベルをつけてそのデータはあの、えー、たくさん必要です。それ良品のデータですね。これを、まあ、ニューラルネット特殊なニューラルネットに入れると最終的にですねそれが血管か血管があるかないかという形であの判定してくれます。で血管があると判定された場合にはそこのニューラルネットのある場所にこういった形でですね 位置まで出してくれるということですねこっちの右側は正解データでして、まあ、位1とか大きさが大体合ってるということになりますこの方法は、えー、人間があなかなか見つけにくいものを機械に見つけてもらうという,うアルゴリズムです今日はあの詳細にあのご紹介しませんのでこちらの URL にえ詳細書かれていますのでぜひご興味のある方は見ていただければと思います、えー、その他にもですね えー、公開済みの東芝エア技術カタログというものでその他の異常検知外観検査のアルゴリズムを多数ご紹介していますお客様の,あの親、えー、課題をですね解決するアルゴリズムがあるかもしれませんのでぜひあの見ていただければと思います、えー、本日は少量の、えー、良品データで検査を立ち上げることができるというこあのご紹介アルゴリズムのご紹介を えー、広瀬さんにしていただきます、えー。その次にそのアルゴリズムを使った実際の、えー、事例をですね、その事例の中でどのようにデータを取ればいいかというようなことをご紹介して、えー、松本さんにご紹介いただきます。あ、えっ、ー、と本日はよろしくお願いいたします。えー、ご清聴ありがとうございました。堀さんありがとうございました。 本セミナーではアンケートのお願いをしております。万一、この時点でご退出される方がいらっしゃいましたら、ぜひアンケートへのご協力をお願いいたします。画面右側のお知らせにアンケートボタンを掲載しておりますので、ご確認ください。では、次にセッション2に移らせていただきます。セッション2は、生産技術センター 製造プロセス検査技術領域工学検査技術研究部常席研究員広瀬よりご紹介させていただきますなお講演している間でもどんどんご質問をご投稿ください気になることがございましたら画面右側の掲示板より鉛筆ボタンをクリックしてご投稿くださいなおご質問内容についてはセッションに関することを中心に取り上げさせていただき また、お時間の関係で全てを取り上げることが難しい場合があることをご了承ください。広瀬さん、それではどうぞよろしくお願いいたします。はい、よろしくお願いいたします。広瀬です。えー、本日は、匠頼りだった外観検査を AI で自動化、少数の良品データで検査立ち上げ実現と題して講演させていただきます。 自己紹介させていただきます、東芝の生産技術センターに勤めております、広瀬と申します。入社以来、画像検査の研究開発をしておりまして、検査や画像処理のアルゴリズムやソフトの開発が主な担当業務になりますが、作ったツールを工場で実際につく使っていただくために、現場へ行ってデータの取り方を考えたり、また運用の仕組みを製造部と一緒に作ったりといった現場導入支援の仕事も行っております。本日はこのような流れでご説明させていただきたいと思います。 最初に AI 技術を活用した製造 DX デジタルトランスフォーメーションの推進についてご説明いたしますこのページでは我々の考えている AI 技術と製造 DX デジタルトランスフォーメーションの考え方を示しております近年 AI 技術が発展しておりますのでそれをうまく使って製造ラインのさまざまな課題ぶどまり向上であったり熟練者の技能継承また製造ラインの自動化・精進化生産性向上 さらには早期の立ち上げ、リードタイム短縮、こういったところを解決するところが期待されているかと思います。しかし、もちろんこれらの課題はすいません、えー、単純に AI を持ってくれば解決できるというものではありません。当然、製品やプロセスの知識、真の現場課題を知っていて初めて、既存の製造技術との相乗効果の出し方を考えることができて、AI の使いどころを見極めることもできると。でそして、運用のための仕組みづくりというところまで持っていけるというふうに考えております。 そういったところで東芝グループが長年製造現場で培ってきましたものづくりの技術やノウハウを AI 技術と掛け合わせて製造ラインの課題解決に結びつけたいというふうに我々は考えております。こちらは製造現場における AI を活用したデジタル化の事例をいくつか示しております。AI を活用して自律的にプロセスを制御して生産性を向上した事例ですとか匠の技を数値化して技能伝承に役立てた事例。 またさまざまな環境や対象の自動監視や異常検知、人の代わりに製品の出来栄えを判定する検査自動化、作業者の作業や動線を見える化することによって現場改善に役立った事例などがあります。本日はこの中で外観検査についてご説明いたします。まず製造現場における外観検査についてご説明いたします。えー、外観検査とは 製造工程において部品や最終製品の品質を保証し不良品流出を防止するため外観をチェックする工程と言えると思います上に一般の製造ラインのイメージを示しておりますだいたい製品によって違いありますけれども最初に部品加工を行いその後その組み立てを行って最終製品を作るという流れになるのが一般的かと思います外観検査は加工工程の後また組み立て工程の後に行われますで加工工程では加工後の部品が 製品の仕様を満たしているかどうかすなわち変形ですとか寸法に不良がないかといったところをチェックいたします組み立て工程後の外観検査では不良品が流出しないようにというのが目的になりますが出来栄えに問題がないかまた欠品など欠けている部分がないかといったところを主にチェックすることになりますでこういうところを従来人が行っていた外観検査ですけれどもこれを自動化することによって まあ、いろいろな様々な、えー、ご利益効果が得られるのでこれを工程ごとに3つ、えー、分けて示しております、えー、製造工程では従来検査はしていても検査の記録が正確にされていなかったり記録をつけていても不完全であったり不正確で活用できていなかったりといったことが多くありました検査を自動化することによって検査データの蓄積も自動で正確に行うことができるようになりますので えーまあ、製造 DX 推進という観点では、まずはデータを継続的に取得するというところが第一歩になるというふうに考えておりますので、自動検査による検査データ取得を足がかりとして、製造工程の改善につなげることができるというふうに考えております。また、検査工程におきましては、検査員の育成や、えー、検査のコストといったところが常に課題になるかなと思います。自動化によって必要な検査員や工数を削減することが可能となります。 最後に人が検査しているとどうしてもその検査の基準にばらつきが生じて不良が流出してしまうといったことが生じますこちらも自動化によって均一な基準で検査ができるようになりますので自動検査を正しく運用することができればこれによって不良流出を防止することが可能となりますこういうところも当然検査のご利益の一つかと思います ここでは外観検査の主だった検査項目について示しております検査項目には様々なものがありますけれども大きく分けると定量化できる血管不良と定量化が難しい不良があるという,ふうに考えております定量化ができる血管としましては例えば変形や寸法、また部品の有無間違いもそうですし位置ずれや傾きといったようなものがあります 例えばこちらに示したプリント基板の検査におきましては、えー、部品の有無や間違いまた端子の傾きといったところを、えー、検査することがあります。で、えー、定量化ができますのでこういった欠陥は、えー、数値で検査基準を明確に記述して定義することができるので自動検査との相性はよく比較的、えー、自動化がしやすい部類の検査になるのかなというふうに考えております。で一方で定量化が難ししい欠陥って申しますのは まあ出来栄えや傷汚れといったようなまあ主に外まあ本当の外観といったような傷、えー、検査になります。で例えばこちらに示しました溶接の血管検査におきましては、えー、ピンホールまあ溶接に開いた小さな穴であったりスパッタ付着物ですねといったような不良を検査いたします。でこういう不良は、えー、検査基準をまあサイズとか色とかそういったもので明確に記述することが非常に難しいためまあそもそも検査の難易度が高くて 当然自動化するのも難しいんですけれども、まあ、人が検査する際にもスキルが必要であって、えー、まあそれこそ匠と呼ばれるようなそうなそいったベテランが、えー、に頼っっていいるようなそうなそたたた側面もこれままでありましたただ、えー、まあそういった状態ではございましたけれども近年 AI 画像検査の発展によりましてこういった匠頼りだった検査もだんだんと自動化が現実的になっていているというふうに認識しております。 えー、次に一般的な AI 画像検査の課題についてご説明したいと思いますこちらは従来の AI 画像検査における一般的な課題を3つ挙げております1つ目は、えー、不良品のデータが必要になるという点になります稼働中の製造ラインでは当然ですけれども不良品が発生する割合というのはと、えー、非常に低くなっておりましてまずデータを収集すること自体が困難と言えます また、それだけではなくて、不良も一種類ではなくて、いろいろな種類がありますので、その種類によっても発生頻度が異なりまして、少ないものですと、1ヶ月に1個しか発生しないとか、そういったレベルであることも珍しくありません。そういうことがありますので、不良品データ、不良品データの収集が、まず課題として挙げられます。二つ目は、大量の学習データが必要になるという点です。 少量多品種の製品ですと特にそうですけれども大量のデータが集まりにくいまた特にまだ製造数の少ないような新規製品に自動検査を適用するとことを考えると当然まだデータが少ないので適用することが難しいということになりますこういった大量の学習データが必要になるという点が2つ目の課題というふうに考えております3つ目は運用中の精度の維持が難しいという点です 画像検査では、えー、運用中に製造装置のケージ変化があったり材料のロットが少し変わってしまったりということで製品の外観が、まあ、良品のレベルの中なんですけれども少し変わるということで、えー、検査精度が低下するということが一般的にあります。で具体的には、えー、検査程度の低下というのは誤検出すなわち本来良品であるものが不良品として判定されるという形で現れます。 しかし一般的な AI 画像検査ではこのような誤検出が発生した時にすぐにこの画像を良品として判定させるというようなそういった制御が難しくて精度を維持する誤検出が発生したたとに精度を回復するといったこ,とが困難ですこのように従来の AI 画像検査一般的な画像検査には運用の開始前後でさまざまな課題があるというふうに認識しております。 こちらもう少し AI 画像検査の運用までのイメージを具体的に示したものとなります AI 画像検査の運用まではおおむねこのようなステップを踏むというふうに考えておりますまず最初に初期学習のフェーズがありますこの,データあこのフェーズでは学習データを収集しまして AI モデルを学習していきますで一般的な AI では初期学習に、まあ、場合によっては何千枚オーダーの大量の画像が必要となります さらに良品だけではなくて不良品の画像も必要となってまいります。で、これデータを集めるためには数ヶ月かかることも珍しいことではありません。この次に試験運用のフェーズがあります。このフェーズでは検査員による検査と自動検査を並列で走らせまして、AI の精度を検証し、ま AI と人を付き合わせて検証・改善していくというようなフェーズになってきます。ご判定が AI のご判定が発生しますと、 それを改善するために、まあ、同様の事例のデータを大量に集める必要がありますで、こういったものを集めて再学習してモデルを、えー、改善するということを繰り返してモデルが成熟して最終的に誤判定が発生しなくなるまでにはやはり数ヶ月かかるということが珍しくないと思われます最後に本格運用のフェーズがありまして、まあ、このフェーズでようやく検査員を外して自動検査のみの運用に切り替えるといったフェーズになります ただ運用開始後もやっぱりご判定が発生いたしますと、えー、その精度を回復するために同様にご判定した事例の同様の事例を集めて、えー、モデルを再学習して投入するといった、えー、作業が必要になりまして制度維持の負荷がかなりかかるというふうに考えております。このように、えーま、運用開始までに長期間かかるというのが現状となっておりますけれどもさらに運用開始後の精度維持といった面でも負荷が大きいというところを課題として認識しております。 ここからは東芝で開発した良品学習型と呼んでおります AI 画像検査についてご説明したいと思います。最初に、えー、特徴を説明してからその後仕組み中身の方をご説明させていただきたいと思います。特徴の1つ目は名前の通り良品画像だけから学習できるといっったところになっておりますで先ほども申しましたように不良品画像の収集が難しいというのが課題としてありますので。 その不良品の収集が不要であるということは検査の導入が容易であるということにつながりますそういった意味で AI 一般的な方式と比べると特にそのディープラーニングディープニューラルネットワークを使うような AI 方式と比べるとメリットとなるというふうに考えております特徴の2つ目としまして少数少量の画像データで学習が可能であるということも挙げられます下の図はこちらはですね 良品学習方式と、えー、ま一般的な AI 画像検査について、えー、ちょっとわかりにくいんですけど画像データの分布モデルが認識している画像データの分布と、えー、モデルの学習した良品と不良の境界線をイメージした絵を、えー、出しておりますこの中の一点一点がま一、あ、枚一枚の画像だとお考えいただければと思いますで、こうした時に東芝のモデルは比較的シンプルなモデルを使っておりまして 外観のばらつきの小さな対象を、について厳密に判定することが得意なようなモデルとなっております。シンプルなので、その適用範囲には限界があるところもあるんですけれども、まあ、おおむね量産製品っていうものは、その外観のばらつき、量品であれば大体同じような外観をしていて、同じような色でサイズをしているというのが、えー、特徴としてありますので、多くの量産製品をカバーするものとなっているというふうに考えております。で、一方で、いわゆるディープラーニングを使用している方式は、 外観のばらつきの大きな対象に得意とするようなモデルになりますそういったモデルを柔軟に検査することができるんですけれども大量の画像データが必要になるというところがデメリットとなりますこのように東芝のモデルは少数の画像データで学習でき多くの量産工業製品をカバーするということができます三つ目の特徴は運用時の精度の維持がしやすいという点になります 先ほど申しましたように画像検査を運用していると検査精度が徐々に低下してくるということが一般的にありますので本来良東芝のモデルでは運用開始後に誤検出が発生した時に誤検出した画像を1枚学習するだけでその画像良品として判定するように制御することができます。 でですので、まあ、そのために運用中に、まあ、本当にこの画像を良品として今判定させたいという時にタイムリーにモデルを改善して精度を回復するということができるところがメリットとなります一般的に AI ではその学習した画像が必ずしも良品として判定されるとは限りませんしまた少数の画像を追加学習しても、まあ、それまでに学習した大量の画像と平均化されてしまうところがあるので、まあ、ある程度の枚数の画像を貯めて学習しないと。 なかなか制度回復しないということで制度の維持・回復が難しいというところは課題だったという,ふうに思っておりますここに挙げました3点が東芝方式の主な特徴になりますここから良品学習型検査の流れと仕組みについてご説明させていただきます最初に良品画像から良品モデルというものを学習する学習フェーズといったものがあります でえー、その後その学習したモデルを実際に現場に持っていって運用を始める検査フェーズがありますというふうに捉えております学習フェーズでは必要な学習画像の枚数は製品の外観のばらつきによって異なりますが目安としてはおおむね100枚程度あるとそれなりに使えるモデルができ始めるというところを考えておりますでこれで学習して出てくる良品モデルはこれは良品の範囲を規定するモデルの後ほどもう少し詳しくご説明いたします 検査フェーズでは検査したい製品の画像とこの良品モデルを比較いたしまして最終的に検査結果 OKNG、OK、と、えー、不良の場合には不良の箇所といったものが出力されるようなイメージとなります。ここでは良品モデルについてもう少し説明させていただきます。先ほど申しましたように良品モデル、えー、良品学習の良品モデルでは良品の範囲を規定したモデルというふうになっております。 で下,下の段にモデルのイメージを示しております。ちょっと一般的な話になってしまいますけども、えー、まモノクロの画像、まあ、白黒の画像の中の各画像ですね、画像なので画像の集まりですけども、各画像は輝度といわれる明るさを表す数値を持っております。一般的には最も暗い状態、黒を0で表して、一番明るい真っ白な状態を255、8ビットの最大値である255で表すのが一般的です。で良品モデルでは そののの画画像の各画素ごととに良品が取るる考えられる輝度の範囲を学習しておりますつまりこの画素については暗いが良品は暗い側ではここまで明るい側はここまでというふうに認識しておりモデルとして持っておきましてその間にある時にはこの画素は良品と判定してそこから逸脱しているものについては不良と判定するような方式となっています。これが良品モデルの簡単なイメージとなります。 次に、えー、学習フェーズの中で行っている処理の概要をご説明いたします学習フェーズの目的は学習した良品画像が全て正しく良品と判定される良品モデルを算出することになります処理の流れを下のフローチャートで示しております最初に画像の位置合わせを行っておりまして、えー、このまあ、良品学習方式では全ての画像がしっかり同じものが来るしっかり位置合わせされているというところが前提としてありますのでまず最初に位置合わせを行います 次に、初期敷地を設定いたします。不良品を良品と判定してしまうような見逃しが発生しないように最初、初期敷地としては厳しい敷地を設定しておきます。つまり、良品と判定する範囲を狭くしておくということになります。その時点での良品モデルを使って、まず学習画像に検査を施行します。で学習の初期では敷地が厳しいので、当然誤って不良と判定される画像が出てくるんですけれども、 そのよう,うに不良判定された画像が複数あった場合に不良と判定された箇所を統合しましてその箇所の敷地を緩和するというような処理を行います。このように検査と敷地の緩和という処理を繰り返し行って敷地を徐々に適正化していくことによっていずれ全ての学習画像が正しく良品と判定されるようになります。 こうして目的は達成されましたので最終的に学習完了となりまして良品モデルを出力いたします。次に検査フェーズで行っている処理の概要を示します。検査フェーズでは学習した良品モデルを使って検査を行います。最初に学習フェーズと同じように検査画像の位置合わせを行います。次に検査画像と学習した良品モデルを比較いたしまして 量比モデルで規定されている量品の範囲から逸脱した領域をチェックしてこれを不良領域という形で検出します。最後に事前に設定しておきました不良領域についての例えば面積ですとか縦横比とかそういった形状の特徴であったり軌道の特徴に基づいて条件式を設定することができましてこれに基づいて量費を判定いたします。例えば面積が一定値以上の場合にのみ不良と判定するということが可能です。 製品規格で不良のサイズが基準が決まっているような場合にはこのような設定が有効になります。また縦横比が一定値を超えるようなすなわち細長い形状の場合には不良と判定しないこれは単純に偶然付着した異物であると不良ではないというようなそういった設定も可能になっております。以上良品学習型検査の学習フェーズ検査フェーズを含めて流れと仕組みをご説明させていただきました。 で先ほどあの AI 画像検査の運用までのイメージをステップに分けてご説明いたしましたが良品学習型であればどのようになるかといったところをご説明させていただきます、えー、初期学習のフェーズでは、まあ、従来は不良品を含む何千枚の画像が必要となることがありましたけれども良品学習では、まあ、100枚程度の画像だけで完了良品画像だけで完了いたしますこれはあの通常量産が進んでいる製品であれば1週間かからずに集められるレベルの量かと思います また試験運用のフェーズでは、従来はご判定が発生するたびに、同様の画像を集める必要がありまして、時間がかかっておりましたけれども、良品学習では、ご判定した画像を数枚から学習して、モデルを修正することが可能となっております。このため、モデル改善のサイクルを早く回すことができまして、2週間程度でそれなりのモデルが成熟して、ご判定が発生しなくなるということも珍しくはありません。最後に本格運用のフェーズにおきましても、 精度が低下した時のご判定した画像の収集といったものが少数で済みましてすぐに精度を回復することが可能となっておりますこれによって最終的な運用中の精度の維持といったことも容易になるというふうに考えておりますこのように良品学習型検査では短期間で運用開始が可能でま運用開始後の精度を維持といったところの負荷も軽減することが可能というふうに考えております 最後に溶接検査を事例といたしまして、良品学習が実際に進んでいく様子をご紹介させていただきます。えー、こちらに示しました学習画像は、これはレーザー溶接の溶接箇所を近接した撮影した画像となっております。この例では50枚の良品画像を集めまして、モデルを学習しておりますで。中央が学習初期の良品モデルと、えー、検査したい画像、さらに右側のこの赤と緑の絵が、これが AI が検査した 結果の画像となっておりますで実際にはこれ上側がちょっと黒くなっている部分が不良で下の方は正常な箇所なんですけれども、えーまあ、この段階では AI モデルがまだ成熟しておりませんので、えー、正常と判定すべき部分もちょっと不良として赤く出ているのがわかるかと思いますで右側が学習完了後の良、えー、品モデルと、えー、検査画像になります 学習初期と比べまして暗い側についてはより暗く明るい側の敷地はより明るくなっていることが見て取れるかと思いますすなわち良品と判定される範囲が広がっているとそれに伴って検査でも正常な箇所については正常と判定されて不良な箇所だけを正しく検出することができるようになったということが確認できますこのように、えー、少ない画像50枚程度の画像でも検査できるレベルの良品モデルが学習できておりまして学習の進行によってだんだんと 精度がが向上してていいいくとととったところが見て取れるかと思います最後に今日お話しさせていただいたところのまとめになりますが AI 技術の活用によりまして匠頼りだったら出来栄えや傷などの外観検査自動化といったところが現実的になってきているというふうに考えておりますその中でも東芝の今日ご紹介した良品学習検査は少量の良品画像のみで立ち上げが可能で運用中の精度維持が容易といったところを狙っている手法になっておりまして 短期間での実用化がが可能ととといいうところがメリットとなってまいりまりすただいまご説明させていただきました、えー、良品学習型検査は、えー、製造業向けソリューションマイスターシリーズで AI 画像自動検査パッケージとして提供させていただいておりますこの後のセッションでパッケージを使った検査の事例もご紹介させていただきますのでお聞きいただければと思います以上ととなりりまますご清聴ありがとうごあがうざいました 広瀬さん、ありがとうございました。それではただいまより10分弱の Q&A セッションに移ります。再びご案内いたします。ご質問がございましたら、画面右側の掲示板より鉛筆ボタンをクリックしてご質問をご投稿ください。どんな内容でも結構です。ご投稿をお待ちしております。すでにご質問といただいておりますが、 えー、皆さんがご投稿されています間、事前にお預かりした質問ございますので、広瀬から回答させていただきます。えー、事前にいただいたご質問です。もし、良品を欠陥品とするご検出が発生したら、追加学習するとのことですが、そもそもまずどうやってご検出を見つけるのでしょうかというご質問、事前にいただいております。広瀬さん、ご回答お願いします。 はいえー、運用中に誤検出、過検出、すなわち、えー、良品を不良品として判定してしまうようなそういった事例が出たときにどうやってそれを見つけることができるかということかと思いますお、えーまあ、多,多くあるケースでは自動検査装置のパス率要するに、えー、OK と判定される率ですね割合が下がってきているというのが、まあ、その検査ログなどを見ることによって分かりますので。 それによって気づいてそこで NG と判定されたものを人がチェックして気づくということが多いのかなというふうに思います。また、えーまあ、一般的なケースですとその自動検査装置で NG と判定されたものに関してもそのまま廃棄してしまうわけではなくて人がダブルチェックしてで、えー、本当に合ってるかどうか見た後で、えー、それなりの処理をすると思いますのでそこで、えー、気づくことができるのかなというふうに思います。で逆にですねその 過検出誤検出についてよりもその見逃しを発見するという方が実際には難しいことが多いのかなと思っておりまして、えー、自動検査装置で見逃しを発見するというのはこれは難しくてこれは、えーまあ、いくつかありますけれども例えばその日常点検で管理された不良サンプルを毎日流してきちんと不良がチェックあの検出されることをチェックするというところで精度を保証したりですとかあるいは実際に運用している中で 全、えーまあ、数やったら意味ないですけども、その一部の何パーセントかについては、えー、人がダブルチェックをするとか、そういった抜き取り検査を行うといったような、そういった方法で対処する必要が、えーまあ、そういった運用が多いのかなというふうに考えております、はい広瀬さん、回答ありがとうございました。 事前のご質問をご、えー、答えいただいている間にですね、あのチャットの方にご質問、よししいただいておりますので、そちらあのご回答をさせていただければと思います。まずあの1問目ですね、えー、本血管検査 AI は、いわゆる製品の社外取締役や第三者検査官になり得るのか教えてください。 で以下は参考程度ですというところで2018年に蓄電池、受電設備、遮断機等の製品の1割以上が不良品だったが40年以上も隠蔽していた会社がありました。また自動車、高速鉄道等のプレー機関連部品で2億超えの不良品を出した企業がありましたというような事例がある中で、えー、と監査のツールとして 活用することができるのかなというふうに思うんですけども、あのこちらについてあの聞かせいただけたらと思います。ご回答お願いします。はい、えっ、ー、とそういった運用もあり得るのかなと思います。ちょっとあのあのまあ計測なんかですとその法律でこういう計測器を使うというのが定められていたりもするので、それについてはちょっとつかあの実際に、えー、そういったものでないと使えないというのはあるんですけれども。 例えば検査としてお客様にそのエビデンスをお見せするとかも残しておくといった目的で言うとやはり人が目で見ている状態では何も残らないのであの自動検査装置でしっかり画像としてチェックすると同時にその画像を残しておくといったところの活用ははい考えられるかと思います。はい広司さんご回答ありがとうございました。ではあの次のご質問いただいているのにえっとホワお願いいたします。 えー、推論画像サイズと推論時間について教えてくださいというご質問いただいております。こちらご回答お願いいたしますはですね、あのーまあ、そのソフトを動かす環境にも寄ってくるところがありますが、まあ、画像のサイズでいうと、あの特にそのソフトとかアルゴリズム上の制約はございません。で 実際どのぐらいのサイズでよく使っているかというと、まあ、大体その検査したい箇所を切り出してきてその切り出した箇所ごとに検査するというのが一般的なんですけれども、まあ、数百画素×かける数百画素レベルの大きさの画像は取り扱うことが多いかと思います。推論時間に関しても当然環境によってきますけれども、まあ、通常であればもう、まあ、普通の、えー、生産のタクトタイムに間に合わないということはなくて。 まあ零点一秒とかそれ以下とかそのぐらいの時間が一般的かなというふうに考えます。はい、ありがとうございました。あのご質問が非常に多くいただいておりますので、あのどんどんあのご質問ご回答進めていただきいたいきたいなと思いますが、次の質問になります、えー。堀さんのパートでのところなんですが、堀さんの最初の説明で不良品データが少ない場合は。 オートエンコーダーを使うという話がありましたが、良品学習型検査もオートエンコーダーを使っているということですかというご質問をいただいております。こちら、ご回答をお願いいたします。はい、えー、っと、先ほどのセッションで説明した良品学習型検査はオートエンコーダーとか、まあ、そういういわゆるディープニューラルネットワーク系の手法は使っておりません。ですのであのーまあ、その分あの分 学習に必要な良品画像の数も少なくなるというところはメリットになってまいりますはいありがとうございました続いてのご質問になります誤検知が発生した際に追加学習をしていくと該当ロットはいいのかもしれませんがどんどん課検出が増えていくような気がしますそのあたりの対策などありますかというご質問をいただいておりますこちらいかがでしょうか検出が えっとそのロット間のばらつきが多いときにそのまあ一時的に来たようなロットを学習してしまうとより後の方で他別のロットで悪影響がないかというそういったあの懸念かなというふうに認識しましたではいあのおっしゃっていただいていることはまさにその通りだと思います、えー、まあ実際にあのこういった運用しているとまあなんか一時的な原因でロットの えー、バラつきですとか例えば製造装置にメンテが入ったりとかちょっと何か条件が変わって一時的に外観が変わってしまうということも多くありましてそのような場合に、えーまあ、それをむやみと学加学習してしまうということはこれはよろしくないというふうに思います,ですのでちょっとそこは運用ので何かカバーする必要があるかと思いますが、まあ、そこは人が目で見て。 あの、まあ、この後も、こういうふうに続いていくものなのか、それとも一時的に、なんか事故みたいなハプニング。で、ちょっと外観変わっているのかとか、そういうところのチェック。追加学習をするかどうかという。ところの、まあ、ゲートは人がやる必要があるかなと思います。はい、ありがとうございました。続いてのご質問に、えー、移りたいと思います。例えば、画像の種類が多数あり。その画像上に発生する傷の有無を検出したい場合。 傷のの位位位置置置はは画像上ににランダムに現れるるで、でで合わせせを特定することはできません。そのような課題の場合は画像内の傷だけをうまく抽出するような前処理を実施し処理した画像に対して AI で学習するという手法になるのでしょうか現実にはこの前処理の手法を見つけるのが悩ましいと考えていますというご質問いただいておりますこちらいかがでしょうか はいえー、これに関しては多分最初の画像の種類が多数あるというところが課題なのかなと思ってもいつも同じ画像が来ていればその中で傷がいろいろな場所に出たとしても、まあ、良品画像と比較することによって検出するということが可能なので、まあ、画像の種類が多数あるというところがお悩みのところなのかなというふうに認識いたしました。でこれれは、はい、その通りだと思わまます、あのーまあ、良品学習型でで今回ご説明いたしましたしし手法でも まああのー、基本的にはあのー、検査画像としては毎回同じものが来るけどそこで違うものが来た時に検出するというのがベースの考え方ですので画像の種類がたくさんある時には、えーまあ、それなりにモデルをたくさん作って対応するですとかあのおっしゃっていただいたように前処理でその画像の種類の多彩なところを吸収して投入するとかそういう方法になると思われます。でまあそれはちょっと製品固有の方法であったりになるかと思うんですけれども。 はい、その前処理で画像のばらつきを吸収するといったところは本当に難しいと思いますすみませんご回答になってますでしょうかはいありがとうございました、はい、もう一問ですねあのチャットの方にご質問いただいておりますので、えー、読み上げますご検知の回答で検出率を確認して不良品と判断された数値が増えた場合製品を確認される使われ方だと思いますが反対に 良品判定が増えてきた場合は良品すべてを再検査していくのでしょうかというご質問をいただいております。こちらはいかがでしょうか。はい、これは先ほどもご説明した内容にちょっと関係してくるんですけれども、良、えー、品判定が増えてきて見逃しが増えているのではないかというご懸念かというふうに思います。えー、まあ、なんかモデルの都合でその何て言いますか外観が変わったから良品が増えてくるということは実際にはまあ、ケースとしてはあまりなくて で普通は、ご検出ですね、なんかロットが変わって、ご検出が増えるということは多くあるんですけど、量品が増えるということはあんまりないんですけれども、あのご心配されているような見逃しが出てきているのではないかということに関しては、えーまあ、実際に運用するにあたっては、何かしら保証していく必要がありますので、先ほど申しましたように、えー、日常点検でそこを担保していくか、えー、あるいは、その抜き取り検査で、えー、何か間違ったことをしていないか。 あの自動検査装置オッケーといったものからいくつか取ってきてちゃんとチェックしたときに、えー、本当にそれがオッケーかとみたいうようなチェックをして担保していくというそういった運用が必要になってくると思われます。はい。はい広瀬さんありがとうございました。えー、まだご質問あの尽きないところもあるかと思うんですけれどもこの場での失業等についてはお時間の関係上ここで締め切らせていただきます。広瀬さんありがとうございました。ありがとうございました。 続いてセッション3に移らせていただきます。セッションに移る前に改めてのお願いとご連絡となります。アンケートの方にですねご協力をいただけますと幸いです。この時点で本セミナーご退出される場合は、ご退出の前にぜひアンケートへのご協力をお願いいたします。次回の東芝 AI 技術セミナーでこんなことを聞きたいですとか、 東芝の AI に対してこんなことを感じたなどぜひご忌憚のないご意見頂戴できれば幸いですアンケートにつきましてはお知らせにアンケートボタンを記載しておりますまたご質問ご相談がございましたら本画面のお問い合わせタブよりご質問ご相談窓口をクリックしメッセージを送信するボタンをクリックして内容をお送りくださいそれでは セッション3の方に移らせていただきます東芝デジタルソリューションズ株式会社 ICT ソリューション事業部産業 DX 推進部エキスパート松本よりご紹介させていただきます今回も講演している間にどんどんご質問をご投稿ください気になることがございましたら画面右側の掲示板より鉛筆ボタンをクリックしてご投稿くださいでは松本さんよろしくお願いいたします はい、えー、セッション3では「血、え、管、ー、検査現場での熟練者不足を AI× データの取り方で解決」えー「製造 DX の秘訣を実例解説」というタイトルで、えー、東芝デジタルソリューションズ ICT ソリューション事業部産業 DX 推進部の松本がご説明させていただきます。よろしくお願いいたします。えー、まず初めに、えー、自己紹介をさせていただきます。 私はですね、平成9年に東芝入社いたしまして、研究者としてですね、20年ほど超解像絵をきれいにする拡大するような超解像技術であったりとか、まあ、立体的なボリュームの3次元画像処理といったようなもの、デジタル画像処理開発の関連の研究開発に従事してまいりました。そして今はですね、現在の東芝デジタルソリューションズ株式会社におきまして、 実際のですねセッション2でご紹介させてだいただ技術を商品といたしましてでそういった商品をですね例えば昨年でしたらスペインの現場などで実証実験したり現地調整といったようなところで技術者として売っているというような今立場になっております本日ご紹介させていただくこちらが目次になっております まずはじめにそのセッション2の良品学習、東芝独自方式の技術をですね、詳細化した AI 画像自動検査パッケージについてご紹介、改めてご説明させていただきます。そしてこの AI 画像自動検査パッケージを実際こう社会に実装していったというところで、4つの事例、下タンプ社、GRI 社、交換メーカー、東芝検査ソリューションズという4つの事例をこの後 ご説明させていただきま,す、はい、まず初めに、えー、東芝のです、ね、グループ会社の一つであります、えー、東芝デジタルソリューションズ株式会社について少し、えー、ご紹介させていただきます。こちらはです、ねえー、持続的な成長に向けて課題解決と社会を貢献するデジタルソリューションをご提供させていただいている会社となります。 さまざまなですね、B2B 向け、今、まあ、香り物流業界様向けですとか、金融機関様向け、メディア業界向け、電力社会インフラ向け、観光庁、地方自治体向けのソリューションをご提供させていただいておりますが、本日はこの中で、この製造業向けのソリューションの中で特にですね、やはりもう最近の製造業は、現場のデータをですね、フィジカルのデータを栽培に持ってくるというところで、IoT ソリューションというところですので、 この製造業ソリューション向けの IoT ソリューションというものをご紹介させていただくことになります。で、この製造業向けソリューションの統一ブランドをマイスターシリーズと呼ばせていただいております。マイスターシリーズの中には製造業向けで IoT をどんどんデータを上げてくるものを処理するですね。IoT サービス、クラウドであったりとかでやるもの。 また、えっとまあ、製造業様の中でもですね主にですね、まあ、調達ですとか、えっと、メスといったような管理業務をご,ご支援させていただくマイスタービジネスシリーズそして、えっと、本日のまあ各の、えー、ソリューションになります、えっと、工場における、えー、マイスターファクトリーシリーズというものをご準備しておりましてその中で主にこうエッジコンピューティング、えー、現場において動くようなものをマイスターアップスシリーズといって、えー、このように3つほどご準備させていただいている中の えー、マイスターアップス AI 画像自動検査パッケージを、えー、ご紹介させていただきます。はい、えー、こちらの、えー、と AI 画像自動検査パッケージは、えー、東芝グループのものづくりの知見を、えー、AI 画像検査パッケージとして、えー、2020年11月から外販スタートさせていただいたものになります。えー、こちらの特徴は、 東芝独自の良品学習方式を使った画像 AI により検査工程の自動化と検査精度の向上を短期間で実現するものになります良品学習方式を使った画像 AI の技術で製造現場の検査工程を自動化するソリューションです独自の識地最適化手法による良品学習によって不良品の見逃しを防ぎつつ誤検出を低減するということが可能になっております そして、検査工程による作業員の精進化を実現し、皆様もリモートとともに、それぞれ働き方変わってきていると思うんですけど、製造現場におきましても、やはりこうウィズコロナ時代というところの様式に実現するためにも貢献するようなソリューションとなっております。製造現場における課題解決に向けてというところで、大きくですね、2種類の課題がございます。 一つが、系像現場において AI 学習方法をどうするかという課題です。また、検査装置をどうしていくかという課題の二つがございます、えー。そちらの学習方式に関しましては、さらにちょっと中が二つ分かれておりまして、えー、大量の良品や不良品の教師データを集めるのが、やはり非常に、まあ、特に NG が出にくいというところで、それを集めるのには時間がかかるというところがございます。 そこで、えー、良品画像のみ、まあ、100万枚程度を教師データとして、短い期間と少ない画像で学習ができるという良品学習方式を提案しております。採用しております。また、えー、良品モデルというものを作るための、えー、作成や精度の調整にですね、えー、なかなか AI、一般的な AI ですと高度な専門スキルが必要というところですので、えーまあ、画像入力ですとか、非常に簡単な GUI によってパラメータ設定などをですね、 専門スキルなしで画面上で実現するというところを、えー、我々は採用しております。また、えーまあ、検査装置における課題という意味では、えー、既存ラインへの導入とメンテナンスが大変という課題がありますがこちらはですね、まあ、専用装置我々のものがこうハードの、えー、とがっちりした外付けの専用装置ではないため、えー、限られたスペースこのような隙間に設定可能で、えー、汎用品によって構成しておりますのでメンテナンス不要と。 ととといいううこころろを売りりにしておりますというところで今のものをですね我々 AI 画像自動検査パッケージの特徴として3つにまとめさせていただきますと東芝独自の良品学習方式また直感的 GUI で非常に画面上で簡便に良品モデルを作成できる Windows 10の普通のですね生産技術部の方々が普段メール読んでいらっしゃるようなノート PC にこういったものを入れさせていただいて 良品モデルをお作りりいいただくくととううよよなこともよくやっておりますまた3番目といたしましては非常に柔軟な設置性というところで既存ラインに後付けで手軽に導入できるというところが3つ目の特徴になりますここでは1つ目の特徴であります良品学習方式について改めましてもう少しセッション2でも詳しくご説明いたしましたが、えー、スライド2枚でご説明させていただきます まずは運用時の検査をどのようにしているかといいますと、統計的に学習した良品モデルと製品画像を比較して検査しております。で、製品画像を事前に作っておいた良品モデルと比較したい、あ良品モデルですね、良品モデルと比較,比較したい製品画像を差分ごと比較することによって、まあ、良品モデルの敷地の中のものは良品、外れたものは不良品とさせていただいております。 というところで、良品画像のばらつきから共有される敷値を統計的に学習し、そこから逸脱した製品を不良品と判定しておりますので、未知なる不良にも対応可能ということになっております。で、まあ、運用中ではなく、運用前の事前学習のところもオリジナルがございまして、独自の繰り返し学習によって、良品モデルの敷値を自動最適設定させております。 単純にですね、まあ、平均を取って、標準偏差を取って、まあ、6シグマ以内に収めましょうというような、一方通行の統計処理ではなくて、一度まあ作った統計データをですね、改めて検証いたしまして、それが良品を良品とちゃんと言っているかというところを繰り返し回すことによりまして、単純な統計処理ではなく、まあ、非線形的にですね、この良品モデルを修正していくという処理を行いますので、 非常に誤検出しやすい領域を自動的に検出して、画素画素ごとに色値が最適化されると。その部品の特徴によってですね、不良が出やすい場所ではより厳しくというような色値を最適化できているということになります。ということで、こういったその技術を我々は AI、画像自動検査パッケージとして外反させていただいております。 少しちょっと商品と会社の説明が上がりましたので皆様はきっとご興味あられるでありましょうこちらですね事例4つですねをご紹介させていただきますタイトルにありますように製造現場の課題をですねそのセッション2でご説明させていただきました現場にあった画像 AI そしてセッション1でご説明させていただきましたデータの取り方に工夫をするということで 現場の解決を進めてまいりました、まあ、いろいろあるお客様のお困りごとに対してそれぞれ画像 AI とデータの取り方で解決していきましたのでこのあと4つの事例をご説明させていただきたいと思います。まず1つ目は、えー、ゲスタンプ社社という会社になりますこちらの、えーまあ、キーはですね AE センサーというものが出てま,いります。 お客様のお困りごととしましては自動車部品の複雑な溶接箇所の内在不良を含めた検査をしたいというごお困りがございました。というところでそれに対しまして解決いたしました。シュナンプ社といいますのは世界最大の自動車部品メーカーになりましてまあ主にですね非常にフレーム 自動車のフレームになります、ボディーホワイトですとか、シャーシまた機構部を提供している会社になります。えー、世界23カ国、100以上の生産拠点ございまして、13の R&D センターをお持ちです。えー、あ、あの、スペインの会社になります。で、えー、と従業員4万3000人といったような会社になっております。で、こちらでですね、のえーまあ、スペインの本社なんですけど、ドイツの工場におきまして、えー 実証を行いまして自動車部品の製造工程における溶接不良を自動検査できるということを実現いたしましたお客様の課題といたしましては溶接箇所の高精度な検査自動化がなかなか難しいそして過検出してしまうことによるさらなる調査再検査ですねリワークが発生してしまうというところでしたので我々のソリューションを導入することによりまして バラつきが見られるような溶接検査でも見逃しおよび可検出の抑制を両立させることができましたそして可検出抑制によるリワーク作業を低減できましたポイントとしましては最終的な定量評価によってですねベテラン検査員様と同等以上ということで AI は疲れたりしませんので非常に検査精度が平準的であると。 いうところが、こちらで確認できました。また、えーと、高精度な検査を実現できております。で、そこの、ま、はじめのキーと申しました AE センサーというのはどこで出てくるかといいますと、えー、セッション2でご説明しました AI 画像検査はですね、こちらのまあ外観ですね、えー、どこに傷がある、ポロシティがある、なかなかこうサイズで測りにくいような、官、え、能、ー、的な不良というものをこちらで見つけます。そして、こちらの AE センサーは溶接をしているときの 高周波の音に着目しまして溶接時の音を計測することで、えー、ブローホールですとか、えー、内在不良といったものの可能性を見つけ出すというところで内在不良外観不良の強みを補完するソリューションになっております、えー、アコースティックエミッションセンサーは、えーっとですねまあ、そういった作業中溶接作業中の高周波の音波から内在不良を特定するものになっておりまして 実際に測定したエネルギーに着目しまして物体のです、ね、破壊ですとか変形内在不良を捉えることができるというところで幅広くです、ね、扱っておりますやはりこういった総合的な東芝のソリューションの一つの例になっております。というところでゲスタンプ社におきましては我々の,その AI 画像自動検査パッケージとあとは AE センサーという内在に相関のある信号を取ると。 というところでお客様のお困りごとでありました自動車部品の複雑な溶接箇所の内在不良を含めた検査をしたいというところを画像 AI とアコースティックエミッションセンサーのクロス分析で外界内在不良を検査しましまたそして高精度な溶接検査を実現しベテラン検査員様と同等の精度を達成したという事例になります。 続きまして2つ目の事例は GRI 社になりますこちらのキーは3次元計測と取り方の工夫というところでこの後ご紹介させていただきます GRI 社はですね大型構造物の外観と溶接部の3次元形状を検査したいというお困りごとがございましたこれに関しまして我々は大型検査装置と 大型検査装置を GRI 社と共同設計開発いたしまして汎用品による3次元形状計測を内製させることで課題を解決いたしました GRI 社は世界最大規模の風力発電タワーメーカーになります本社がスペインのマドリードにございまして株主が三井物産株式会社様になっておりますで何を作っているかというとまあその風力発電タワーなんですけど まあ直径がですね上の方ですと3メートル程度で海中部分とかになりますと太くて直径1 5ルー高さはですね8 0ルか二2 0 0トルというところのえっとこのタワー部分の製造になります世界8カ国に16の製造工場を持っておられまして従業員4,000人というようなこちらも大きな会社になっております でえこちらはですね、えー、2021年、えー、GRI の、えー、アンダルシア州のセビリア工場におきまして、えー、こういった画像を活用した外観検査の実証実験に成功いたしました浮、えー、力発電タワーの品質検査もですねやはり非常に大きなもの、えっと、こちらがこのタワーの一部ですねこちらに少しこと円柱状のものがあると思うんですけどこの円柱状のものを何十個とつなぎ合わせてこのタワーにしております で今回はこの円柱状のものの、ここに今少し線が見えます、えー、交番を丸めて、えー、サブマージャーク溶接した、ここの溶接ビード部、およびこのひ表面のですね、えー、外観検査というものを今回行いました。で、まずは、えっ、ー、と、このように、えー、少しここに見えておりますが、撮影するための大型ジグというものを共同で設計いたしました。 そして、これに関しまして、我々のパッケージを入れることによって、非常にですね、サイズ2.5ミ、mm、リ程度の非常に小さな不良、凹みというものも漏れなく検査することが確認できました。また、ラインレーザー、こちらにこう青いラインレーザーを溶接ビードに当てているんですけど、このラインレーザーの形状、これをカメラでこう撮影して、プロファイルを撮っております。で、プロファイルを解析することによりまして、 えー、溶接形状の 3D 検査ここはアンダーカットと呼ばれるような、えー、溶接不良になるんですけどこういった重要な溶接不良も漏れなく検出することが確認できました。えー、ポイントの一つ目はまず3次元計測になります。えー、汎用のですね、えー、ラインレーザーまた汎用の 2D カメラを用いることでこういったようですねプロファイルを形状する。 えー、プロパイル形状を測定できるといったような機構を低コスト高精度に実現いたしましたまた、えー、撮り方の工夫もございます、えー、画像検査をするときに、えー、その光の写りとかですねセッション一度申し上げましたようなさまざまな変動が生じますですのでなるべくカメラや照明の位置関係は変わらないようにするためにですね、えー、検査対象のタワーを大型軸でこう回転させると。 というところりえれましたまた不良の種類に応じて例えば何かですね異物混入のようなですね模様のあるような不良を鮮明化したい場合は、まあ、それを照らすようなですねダイレクト照明また傷へこみのあるようから発生しているような不良に関しましては え、直行するような、それ下から、こう、照明に当てる方がですね、傷凹みの部分の影部分が繊維に映りますので、それ,これをこうぐるっと回しながらですね、え、照明をパシッパシャッと2回照明変えて、それに合わせてカメラもパシャッパシャッと2回撮るというようなところで、感を一周させるというような撮り方を工夫することによりまして、え、検出程度を高めるということを実現いたしました。というところで、 この GRI 社におきましては、お客様としましては、大型構造物の外観と 3D 形状、どちらも検査したいというご要望におきまして、まずはその大型の検査装置を GRI 社と共同設計、開発いたしました。そして、汎用品による3次元形状検査と、我々 AI 画像自動検査パッケージを組み合わせることで、現場の検査作業員様の効率向上、 また検査品質の平常化ということを実現させていただきました。続きまして、3つ目の事例になります。交換メーカー様の事例になります。こちらのキーは、変動追従というところと、ハイブリッドということになります。こちらをご説明させていただきます。交換メーカー様のお困りごととしましては、良品の変動が大きい また、えっと、流れ物の大量生産検査を自動化したい、えーまあ、1秒間に数メートルのような形で、こう、金太郎雨のようにですね、こう交換を作っていかれるようなメーカー様です。えー、これに関しまして、えー、良品の変動に追従する画像 AI を適用しまた、お客様が普段お使いになっておられる既存の画像処理装置へ組み込むことで高速動作を実現いたしました。実際の製品はこのような交換になっておりまして、 え導入前の課題といたしましては冬に蒸気が出たりとかというところで良品が変動するというところのお困りごと、えー、環境や製品が安定化しないまた見逃しや化検出を減らしたいというところで変動追従型のアルゴリズムまたえ現場の製造部の方々とかなかなかえっとまあ PC などの扱いに慣れておられないただし現場のえ例えば機械室といったものの画像それ一つは船をお使いになっておられるというところですので 我々の AI と検出性の装置を組み合わせてお使いいただくというようなところを提案いたしました。まず変動追従型アルゴリズムです。これ横軸が時間になっておりましてで少しちょっと抽象的なんですけどこの一つ一つの点が検査すべき製品です。で事前に決めておいた良品式位範囲が例えばここだというところで、えっと、赤丸が不良品青丸が良品です。ただしですね、こう良品 範囲に入っているんですけど、まあ、外交の影響が発生してですね、こう、良品の色味が少し変わってしまうですとか、また部材ロットの切り替わりが発生しましたとか、まあ、設備セットアップの時は少し見え方が異なるというところで、良品がですね、かなりばらつきます。そうしますと、えっ、ー、と、本来は、えー、不良だったものがですね、当初決めた良品の敷地に入ってきてしまうというところで、えー、我々はですね、 こういったような、えっ、ー、と、まあ、良品の変動というものを自動的に予想しまして、えー、変動にも追従するようなアルゴリズムで、良品の揺らぎにもルバストに対応できるというようなところを実現いたしました。また、えっ、ー、と、二つ目のキーとしましては、ハイブリッドというところで、えぇ、ー、機械性の画像処理装置、実際、ま、よくお使いいただいて、あの、っているのが XGX シリーズなんですけど、こういったものに東芝の AI 良品モデルを適用し、高速処理を実現。 いたたししましたこちらはですねプレスリリース打たせていきまして現場に強いもうすでに PLC との連携がされているとかですねあとは非常に劣悪な環境でも動き続けるような x j x と逆にですね生産技術部の方々とかが事務所で AI を作りやすいといったような現場に優しい優しい東芝料品学士を組み合わせたというところで先日こういったプレスリリースも打たせていただいております。 というとこ,ろでこの交換メーカー様向けはですね、料品の変動が大きいものに関しまして、料品の変動に追従する、また既存の画像処理装置への組み込み高速動作というところで、検査精度の向上、検査員様の負担軽減を実現させていただきました。それは最後のですね、事例をご説明させていただきます。こちらのキーは超音波画像になります。 お客様のお困りごとは、えー、高解像度、高感度な超音波検査装置があるんですけど、これをですね、まあ、より簡便化したいというようなお困りごとがございます。そこでですね、まあ、こちらも同じあの東芝グループ内の東芝検査ソリューションズ、こちらがですね、3D タイプの、えー、超音波検査装置、マトリックス・アイというものをですね、国内、海外、世界に売っておりますので、こういったもので撮ったものを我々の AI にかけてですね、 えより、このまとまあ、あの、超音波診断装置でいますと、まあ、健康診断とかが思われると思うんですけど、実際にですね、こう内在不良を見つけるときですね、こういった T 字の交番というところの、ここの溶接部を調べるために、プローブをこういったところに当てて反射させてですね、え中身の様子を見るというところで、溶け込み不良ですとか、異物がありそうだというところを、われわれの AI で見つけ出すというようなところに、今、連携して、アシストできるように開発しております。 これを実現させまして超音波検査装置で撮影した超音波画像にですね良品学習 AI を施すことによって検査アシストをさせていただき検査品質の平準化検査時間の短縮につながると考えております。セッション2でご説明させていただいた AI をですねセッション1のようにいろいろデータの取り方を工夫することによってお客様の課題を解決した4つの事例をご説明させていただきます。 ぜひですね東芝グループのこのものづくりの知見が詰まった AI 画像自動検査パッケージのご活用を皆様ご検討いただきましてこういった URL にお問い合わせいただけ,だければと思いますご清聴どうもありがとうございましたはい松本さんありがとうございましたそれでは先ほどのセッションと同様に、えー、約10分間ほど質疑応答のお時間入らせていただきます本セッションに関してご質問がございましたら 画面右側の掲示板鉛筆ボタンをクリックしてご質問をご投稿ください。どんな内容でも結構です。ご投稿をお待ちしております。皆さんのご投稿をお待ちしている間にこちらのセッションもですね事前に複数のご質問をお預かりしておりますので松本の方から回答させていただきます。はい、まずあの事前質問の一つ目になりますがマイスターのようなクラウドサービスと エッジコンピューティングを融合する IIO T サービスの知見は終わりですかというご質問いただいております。こちらについていかがでしょうか。ごお答えお願いします。はい、ありがとうございます。えっとですね、今ちょっと画面も表示させていただきましたように、えっと本日ご紹介させていただきたいのが、まあ、こういったいですね、現場で動くような。で、また、あ、例えばエッジコンピューティングという意味ですと、禁煙性の画像,画像処理装置で判定いたします。と いうものをです、ね、我々クラウドを介してこう、えー、IoT 集めると IoT データを集めるとかですねまた、えー、とそういったものでデジタルツイーを構成するというようなマイスターシリーズという枠組みで見ていただきますと、えー、エッジコンピューティングのデータをです、ね、クライドにつなげるというようなことを今実現しておりますので是非ですねこの、えー、と総合力の知見をですね、えー、お役に立てさせていただければと思っております。ということであの IoT サービスの知見はあるということでよろしくお願いいたしますはい松本さん回答ありがとうございましたもう一問ですねあの事前のご質問ございますのでそちらについてもあの読み上げさせていただきますが今回のテーマである画像検査 AI と組み合わせた場合の DX を推進する秘訣をご教授お願いしますというあの事前のご質問をいただいておりますこちらについてご回答お願いしますはいありがとうございます えっとですね、やはりですね、あのー、普段、こう、製造部とか、生産技術部の方々とかがですね、えっと、どんなお困りごとをされているかというところで、えー、やはりこう、なんていうんですかね、えー、っと、まず課題を、あの、いかにこう寄り添って抽出するかというようなところで、まあ、それが取り方で解決できるのか、もしくは、 今の画像処理装置をお使いになりたいというようなところなのかというところでやはり、えー、と製造部、えー、生産技術部の方々と密に、えー、意見を、まあ、ディスカッションさせていただくというところからスタートするというのがですね、えー、そしてまあり方ですとか、えー、現場に、えー、優しい我々の AI を取り組ん、えー、導入検討していただくというのが DX 推進につながる道だと思います。はい 松本さんごご回答ありがとうございました事前のご質問、あのー、ご回答いただいている間にですねチャットの方でもご質問いただいてますので、えー、チャットのご質問あの読み上げさせていただきます、えー、まず、あのー、1つ目ですが全体的にグレースケール画像を前提にしている印象ですが例えばドーム照明などを使った場合の RGB 画像にも対応可能でしょうかなおそのような場合ッドット感の違いは サイドや明度の違いというよりは色相の違いが発生しやすい印象ですというご質問いただいております。こちらご回答お願いします。はいあの。お持ちいただいた印象の通りですね。まあ、セッション2、セッション3でご説明したさせていただきました。こちら今の内部処理は基本的にグレースケール画像で処理させていただいております。ただしですね、あの前処理でですね、本当に例えばもう 赤の部分だけけを見つけたいとかですねもしくはもうそのある色相とある色相で良品と不良で違いが発生しているというような場合ですねそこの RGB 画像をグレースケールに落とす時にその差が広がりやすいような色変換処理グレースケール化処理をかけることでグレースケール画像としてその量不良を判定したいような色相の差を反映させるということによって我々の良品学習方式 をお使いいただけますしまたちょっとパッケージという形にはなくなりますがあのそれぞれですね、えー、のま RGB にかけるというような個別対応もさせていただけると思っておりますはいありがとうございます続いてのご質問に移らせていただきます統計処理を使って非線形的に式位置を最適化しているという話ありましたがどのような手法を使って統計処理をしているのでしょうかと いいいうご質問いただいておりますこちらいいかかがでしょうかはいえー、まずはですね、えー、一般的な良、えー、品学習方式、まあそのサンプル画像におけます、まあ、位置合わせした後の平均ですとか、えー、それぞれの画素位置におけますばらつきというものを、まあ、統計的に求めます。でそちらの、えー、っとシグマにおいて式位置を切るだけではなくてですね、えー、事前に検証用に準備しておきました良、えー、品画像と。 というものと、その統計的に作りました良品モデルの差をとってですね、え、きちんと、えーあ、まあそうです、ね、ですので、非常にシックシグマ離れたものばかりで成り立っているような良品は、えー、統計処理つく、使ったものですと、えー、シックシグマ外れてしまう場合があります。ですので、そこはですね、えっ、ー、と、標準偏差を求めるとか、平均求めるというものを超えてですね、えー、良品であるけど、 6シグムを超えてしまっているようなものは強制的に敷地を広げるというところで非線形的に敷地緩和を行うというところで我々の良品モデルを作らせていただいておりますはいありがとうございました続いてのご質問になります各事例で提案から運用までどの程度期間がかかりましたでしょうかというご質問いただいておりますこちらについてはいかがでしょうかはいえっ、ー、と やはりケースバイケースになりますが、えっと、あそうですね、各事例ということですが、えっと、やはり現場のヒアリングですとか課題抽出に、まあ、1、2ヶ月ですね。で、提案させていただいて、えー、まあ、ご契約結べた後にですね、あとはいきなりやはり運用ではなくて仮運用という形で、セッション2でもお話しさせていただきましたように、やはりまあ、2、3ヶ月かけてですね、 100枚では作れるんですけどそれが本当にある1日の100枚だけでしたらやはり良品のばらつきというものを入れ,て入れることができておりませんのである程度やはり23ヶ月というような試運用の期間を経ましてそしてその間にですね実際の運用方法についてもお客様と考えさせていただきます。例えば非常にももうう見本のようなもののよなをを毎朝かけて我々 AI が見逃しせずそれを 判定ししているか毎日やりましょうあとは可検出の量がどれぐらい増えてきたかというのは、まあ、モニタリングしながら2週間に1回ですね追加で良品学習しましょうといったような取り決めをその仮運用の23か月で決めさせていただいてそしてその後本運用に入っていくというようなところが大体一般的な流れになっております。はい、いさんありがとうございました、えー チャットの方でいただいているご質問についてはあの以上になるかなと思います。ちょうどあのお時間にもなりましたので、えー、こちらで質疑応答の方を終了させていただきます。松本さんありがとうございました。ありがとうございました。私たち東芝について、えー、最後、えー、一言申し上げさせていただきます。 東芝の経営理念には人と地球のあっのためにという言葉を掲げておりまして、えー、こちらにお示ししている SDGs 実現へ貢献しておりますその一つとして本日は画像検査 AI を活用した社会課題の解決といったものをご紹介いたしましたセッション23で登場した広瀬松本に取材して、えー、いかに彼らが 先進技術で社会課題を解決しているかといった物語を現在作っております。これが、えー、右側にあります、正解以外をはじく AI のインパクトということで、えー、まとめております。こちらについては、皆様にお礼のメールを来週月曜日にお送りする予定ですので、そちらでご確認いただければと思っております。はい。 ここで本日のセミナーでも触れさせていただきました AI 画像自動検査パッケージオンラインセミナーのご紹介をさせていただきます画面に投影しております QR コードまたはお知らせに掲載した URL よりお申し込みいただけます1つ目のセミナーですが明日8月3日15時30分開催のウェビナーですまだ間に合いますのでぜひご登録お待ちしています 本日紹介した画像検査 AI を KeyEnsXGX に組み込むことで設定作業工数を削減することができます。デモを交えて紹介させていただくセミナーです。2つ目のセミナーですが、8月25日11時開催のウェビナーです。画像検査 AI は内在不良を検出する超音波画像でも有効です。本セミナーでは 3D 超音波検査装置マトリックサイト東芝独自の良品学習方式を用いた AI 画像検査技術の組み合わせによる内在不良の自動検査方法をご紹介します以上2件のセミナー紹介でしたふるってご参加お待ちしております最後になりますがアンケートへのご協力をお願いいたします東芝 AI 技術セミナーへの要望や 忌憚のないご意見いただければと思います今後東芝がどのように皆様とコミュニケーションを取ればいいのか、えー、ヒント頂戴したく思っておりますセミナーご退出の前にはぜひご協力のほどよろしくお願いいたします画面右側のお知らせ欄にアンケートボタンを記載しておりますのでそちらよりお願いいたしますその他本講演の発表資料や東芝 AI に関する資料をダウンロードいただけます セミナータブよりそれぞれのセッションのタイトルをクリックし詳細画面に移動後資料ダウンロードエリアのダウンロードボタンをおう歌することでダウンロードが開始されますネットワークの状況によってダウンロードに少々お時間いただくことはございますがその際はお待ちいただけますと幸いです本日の講演内容の関連情報につきましては関連コンテンツタブにございますので是非ご覧ください また、商談や資料請求など個別のお問い合わせにつきましては、お問い合わせタブよりご質問、ご相談窓口をクリックし、ご連絡ください。それでは、ここからのお時間は、ご退室前のアンケート、ご回答時間とさせていただきまして、ご回答が終わられた方からセミナーを終了し、ご退室いただければと思います。以上で本セミナーは終了となります。誠にありがとうございました。